Yeah!
Thank you.
Yeah!
Round one, fight!
はい、こんばんはと、本日ですね、2019年11月29日11月最後の、四季の細道でございます。あれですよね、1年前ですね、ちょうど1年前に深谷ロボット、デートの四季でコラボレーションしたカードがありまして、両方行った方、スタンプカードですね、両方行った方は、四季の細道の参加、費用が無料ということを言っておりましたが、いいですか、今日までということでよろしいですか。はい、約束通り、11月末の本日までとなります。以降は無効となりますので、ご了承くださいと。で、本日第143回ですかね、四季の細道をしたいと思います。お、マジっすか。あ、こんばんは、セロテープです。そんなわけで第143回、そうですね、オリンピックの頃には第200回ぐらいになってるんでしょうか。とりあえず143回四季の細道、始めていきたいと思います。さあ、じゃんけんの結果、 1P 側がほぼ山本龍、2P 側が猫侍ガエル、あ、竜ガエル、始めてください。開幕バックジャンプにファイヤー乗って画面端、竜巻着地昇竜、さあガエル押し返していく、耐久ファイヤー、さあこの前きついぞ、波動踏ませる、ジャック波動が避けにくい、伸ばし足に勝利で真空で削って1ラウンド目はほぼ山本、さあ今度は開幕竜が下がって、おっと竜巻昇竜、ほぼ山本がすごい勢いで溜めていく、さあ2発目を溜めようかという、さあこのラウンド2回目の真空、今度はカド、さあまた暴れる、お釣りも入れずにバックジャンプ立つだけでゲージを溜めてますね。さあ溜まったところで真空波動拳、さあ1ラウンド3回気持ちよく真空波動打って、最後は削り昇竜拳、はい、
あ2人目、ほぼ山本さんに対して2P 側がヒロポンさんのベガ、正面はガードダブルに入って、さあこれどっちだ、ウホガンダーズ勝利すかしてスラが入る、暴れたところに中足ダブルに、最後相打ちで垂直から、おっと勝利で割っていく、ダイゴスダイゴス足払い波動拳、ファイヤーで焦がして置き攻めは上から竜巻投げ、おっと上にやない、真空削り、さあボスはガードして勝利あまりに、さあいい勝負、ライトメアのあと中足つながらず、勝利で割っていって、ほぼ山本が一本取り返す、ファイヤーで上から行ってちょっと待って中足波動、フロアガードして林からさあ、さっきから勝利に当たらないめくりを打ってますね、竜巻反対抜けた時は多分立ち台系が正解なんでしょうね、あれね、スラガード落ちやないやつ、さあナイトメアからもっと中盤入んなかった、梅鎖骨は投げ返した後に梅中足、さあ、ノーガードで死んだ山本です。ですね、続いて土方さんの竜ですね、土方竜ベガ戦はコツを覚えるとね、あーやってしまった、びっくり大勝利、最後昇竜拳、さあめくっていった、しかしちょっと体力が少ないぞ、相打ち NG 出る昇竜、さあ真空で使っていって、どうするこれから、さあ上り大キックヒロポンさんのベガ強いぞ、優先はやってると見たぞ、これ開幕ダブル2ねじ込んでいく、スライディングちゃんとあのガード硬直短い距離だって出してますね、さあ投げる、ちょっとこれは体力差がついてしまった、さあ波動で、おっとやばいぞ、ダブル2で死ななかった、しかし何かを出し損ねた、さあ続いて久々登場の塩さんですね、さあ塩さんの剣、ありがとうございます、久々に来ていただいて、あのクレジットを自分で入れる方式になってます、なりました、もしあのね先ほどお話した深谷と式のねスタンプカード持ってる方いればおっしゃってください、そうですね、さあ剣がミッド確認なのか、今竜巻で巻き込んだが、おっと垂直ジャンプキック対空です、さあ昇竜拳裏回ってヘッドプレス、おっとフックが入った、ダブルに出してたのかな、さあ投げていく、これがいやらしい、膝いった、飛ばない、膝の後飛ばない、新しい、さあナイトメアもしっかりガード、あーっと前落ち、
さあ、ヒロポンさん勝利で、続いてハクさん。さあ続いてハクさんのフェロン。ハクさん最近フェロンしてますね。立ち大パンチ的なやつ、中パンチかなあれ。しっかりしてる。通り越して支援、これ引っかかっちゃうんですよね。ハクさんキャミーでもこれやりますよね、この動き。結構引っ掛けて投げる、これは目がきつい。支援客、ダブリン。さあ投げる、画面端目がきついぞ。これはこれは抜けれないか。投げ返す、しかし支援に引っかかった。劣化剣を今投げたように見えた。最高、足払い出してたところに最高。さあ烈空客、烈空客さばくの難しいですよね。さばけないですけど、おっ立ちパンチで止めれるか。あーっと支援で切られる。さあヒロポンさんの連勝が止まって、アクさんの次が、あアクさんの相手がセロテフさん。さあセロテープさんが、キャラ名はバイソン、最近流行っているバイソン。さあ、おお、なんだ今すごく吸ったぞ。間合いが広い。おレッカのスカリをヘッドで追っかける。これ画面端死ぬパターンのやつですよ、考えたら。きっちり6発入っている、つながっている。なんとびを出す、あっあっ、どっちかわからない。あっこれいかんぞ、いかんぞこれはいかん組み合わせだった。知っている白フェロン。さあ続いて入っていくのが、ガンさん。ガンさんも久しぶりですね。剣 S 剣の方、あれガンさん初ですかね。あそうですよね、初ではないですよね。東西戦でもお見かけしております。さあおっと勝利に合わせていく。ガンさんロケティア対空の引き方だったかな確か。おっと2発入っている、減った。裏からガード、今の波動はまずかった。あるぞあるぞ、今超近距離波動でいいところだったが、ハクフェロン勝利。続いてカーシムさん。カーシムさん何を選んでるか、さっきホンダやってたぞ。
お、ザンギザンギ、これは難しいぞ。下手に近づけない。さあお互い近づきにくいのか。両方ゲージは溜まっているがチャンスあるのか。これしっかり劣化神経で抜けていったが、大足が入っている。さあ投げて、あっとつながっている。しかしピヨってない。中段が当たってない。真剣も安全重ね。おっとフラパーで吸っていく。ダブラリー、熱空脚が出ていたか。さあ続いてエクスパーさん。さあエクスパさんの竜、当然竜、上がないと抑えきれない時あるぞ。しっかり着地は湯浅昇竜。ダブラリが当たっている。おっと今バニシングが出ていたのか。ラブフォーロサンゼルスとコメントをいただいております。ロスから愛を込めてですね。ありがとうございます。コメントをいただいております。さあ、ダブラリで抜けて波動を抜けていく。波動打ちすぎダメですからね。これ絶対ある程度。さあゲージは溜まってるが、これなかなか真空当たんないでしょこれ。さあスクリューで締められた。さあここで入っていくのは男バイソン、リアル男バイソン。最近著しいバイソン使いになっている。しかしこの組み合わせ近づかれると厳しいぞ。バイソンはちょっとアントミミスったが、画面端はやばいぞ。どう抜ける。わっと高め当て、ちょっと高め当てされちゃうとね、どう暗いその後対応するかがね、悩んじゃうんですよね。やっぱため消されてる場合があるんでね、当然投げ負けるし。さあ上からはガードしている。しかしスクリューヘッドが出てないぞ。うわっとジャックパンで止めて大キック。さあ、猫さん、ぬこさん、失礼しました。クレジットをセロデブさん、ぬこさんを。ぬこさん赤いですからね。無料プレイ実施中ですから、今日までは。さあ、ぬこさんが選んだのはサガット。S か ?S だ。青パンだった。これでも青パンといえどそんなに有利ではない気がする。
というかザンギが基本的にいつも通りなだけなんですよね。さあダイエットからモミ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 0回がありますよね。そういえばこの前ツイッターで盛り上がってたんですけど、モミモミね。あ、ザンマさんかな確か言ってたの。モミモミはね最低保証が0があるんで、頑張ってレバーガチャしないとダメージにならないんで気をつけてください。ザンマさんのことだから多分 S ザンギだったんじゃなかろうかと思うんですけどね。 S も同じなんですね。ちょっとそこら辺は情報不足でしたが、さあ上からこれが落とせないと厳しい。暗いもみもみ、さあタイガー、タイガー、ザンギフレア、カワシムザンギですね。さあカワシムザンギ勝利。川島4連勝で今トップですね。入っていくのがほぼ山本純理。さあ菅野川島も純理は若干面倒くさいと思われるが、さあ開幕会打ち中圧機構両方入って次の機構でピオル。さあお得なコンボが空中一段。これはめげずに回されて飛び落としてはいるが相打ち取っているのでダメージ的にはいい勝負。さあ気候が、さあ今度はダブルで割られてボディさあ返せなかった。数々のチャンスを、さあボディープレスが落とせないとミリア、バニーからスクリュー、画面端始まるのか、例のあれが始めさせない。あっと始まった。ボディはどうでもいいじゃないですか。さあボディの恐怖を植え付けていく。膝もあるよ。体力が尽きるザンギが待っている。おそらく山本さんは時間とかあんまり見てないタイプ。さあバックジャンプしちゃった。終わった。お0秒投げ、時間見ていた。ああ時間を見てないことで定評の山本さんが時間を見ていた。さあボディさあどうする。ああどうにもならなかった。さあクソみたいに死んだ山本純理。さあ続いて戸方さん、これはいけるでしょう。多分希望です。努力目標いけますよ。ボディプレス嫌ですね。ちょっとね空対空なのかな。多分飛べばいい気がするな。さあ戸方さん波動打ちすぎないように頑張っているが、あっと揉まれてしまった。歩いている、走っている、歩いていない、走っていたぞ。さあ2ラウンド目、
出てなかった。あーっとガードしてしまった。致命的。投げはあんま良くないぞ。投げは良くないぞ。お、いい波動。ググッとこらえて。波動の多分間合いとスクリューの前同じぐらいなんですよね。気をつけないと。2発連続はまずいぞ。さあ時間が、あー当たってる、当たっている。余計なことをした。最後の1秒で余計なことをした。さあ師匠さんですね。ちょっと今惜しかったぞ。いいところだったが。大足でよかったような前だった。惜しいところ。さあ師匠さん、あ師匠さんもフェロン、今日フェロン使いが2人いた。さあこれも気をつけないと。飛んだ、きっちり3段つなげてくる。そしてガードしたらスクリュー。さあダイエットガンのスクリュー。さあ開幕走る。やばい。おお、なんか変なところでガードした。恐ろしい支援客。多分竜巻旋風客みたいな感じなのかな。支援判定が左右に交互へ出てるのかな。最後が逆になるだけか、落ち際が。なるほど。さあ台足が刺さっている。続いてヒロポンさん、ヒロポンさん、ヒロポンさんが2キャラ目倒してくれと、俺を倒してくれと、ここは見せてやってください。ちょっと分からせてやるしかないです。これはガイルもダルシムもいない気がするが、ヒロポンバイソン、ヒロポンバイソンもねちょっと凶悪ですからね。これ実はおっといった、ニョイボ当てていく。しかし相打ちで見えなかったが、2回連続でニョイボ。危ない、もみが先入った。フェイロンね、ブルース・リーね、誕生日だったんですよね、昨日か一昨日ぐらい。そんなね、レッツゴーフェイ、そうね、フェイロンね、フェイロングみたいな感じの発音なのかな、わからない。さあ、1ラウンド取り返して、ヒロポンさんが、お、ゴチった、ゴチったぞ。さあ、できるパンチだが、そこには世界の青サイチョップが待っていた。さあオアオアやっていく。ダブラリが当たって上からどうする、あるんじゃないか、相打ち、どっちだ。あー、ザンギが立った、ザンギが立った、クララが立った的な感じ。まさかのグラパーじゃない、失礼しました、バニシングと相打ちになってた。続いてセロテープさん、いやいいっすよ、セロテープさんあれですからね、深谷行ってますから。お、同キャラセロテープさんぎ、はい、お前の暴れもそこまでだと。
お互い同じ行動をしている。お、いった、すり返した。まずは1ラウンド。なんか言ってることが統一性がないぞ。もういいだろう、お互いもう貯めるしかない。これはお3段当たってる、上から、うわ、読んでいた空中投げ。さあ続いて、ガンさんでいいのかな。はい、ガンさん S 剣あるんじゃないか。これあ、クレジンさんいつの間にかいた。アピールしてください、アピールを。いやいや、今自分で入れるから一回だけでも。かきくけこ、かきくけこ、左の方じゃないですか。さあガンさんの S 剣、さあ順番じゃあ入れちゃいますか、クレジンさんを。さあ走っていった。あれね、足払いすかすとね、ちょっと走り込まれるとどうにもなんないんですよね。さあ綺麗に台足払いが決まっていく。ダブラリで回ってもあまり意味がないぞ。さあ上から、危ない危ない。さあまた走っていく、しかしまだ残った。大足払い、垂直ジャンプに大足払い。さあクレジンさん、ここで一心に期待を背負ってね、クレジンさんが入ってもらいます。あ、大地さんすいません、クレジンさん入れました。ここではさあ入っていくのがグレジンダルシムということで、ロシア対インドの戦い。しかし上からいった。お、スムースを持っている。さあ上からファイヤー、ファイヤー、ファイヤーモード来たぞ。これはうかつにダブルアリできないぞ。なんかこの前どっかで見たな、この組み合わせ見たな。あれゼロスリー大会か。うわー、出る地点まで見ていた。やれる男ゼロテープ。さあここでハクさんかな。さあ入っていくのはアクさんのキャミ。とても頭がいい。そうなんすか。あ、そうなのね。この方あれなのね、メロン使いなのね。なるほど。さあ近づけない、ゼロドット。キャノンスパイク出ている。ちょっとプレイヤー名が見えないぞ。あ、ごめんなさい、よし、色が被ってて見えないぞ。全く今見えないぞ。ちょっとね、場内のモニターが真っ赤でね、赤寄りで見えにくい感じ。さあ当たっている。さあ終わったか。終わった。
セロテーフイズデッド。さあ、続いてエクスパさん、エクスパさんまだいます？おられましたね。エクスパさんの竜ですね、多分。お、開幕飛ぶ宣言？通じているのか、通じているのか。開幕飛ぶ宣言、宣言通り飛んだ。これはちょっと強引に突っ込みすぎじゃないか、ハッキャミ。気をつけないとあるんですよね、起き上がり昇竜は。やばい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 、真空ガード露骨に削ってきたぞ。ここから大事に行きたい。あーっと投げ、ちょっとちょっとこれは見てから行った方がいいのではないか。結構強引に行ってるぞ。投げる、受け身がある。竜巻暴れにキャノンスパイク、昇竜暴れにもキャノンスパイク。あっと、しかしさすが昇竜。さあここからじっくりいきたいところ、真空使わして、さあ第5数に中足置いてある。置き中足、置き中。さあさあ落とし物があったりなかったり。さあ当て投げ、スピンナックル、キャノンスパイク。危ないぞ危ないぞ、レバー前に入れっぱなしだが、やっと中足、フラット中足。ポイントカードね、古本市場、これ大地さんに預けておきましょう。落とし物です。さあタッキャミ勝利で、その間に男さん、男さん、男バイソン来た。さあ得意のフーリガンコンビネーション、コンビネーションと言いながら一択で死ぬ気がするのは俺だけかな。コンビネーションなんかあんのかな。さあキャノン、フーリガンって多分投げじゃないと下段になるのかな、スライディングが来る気がする。その2択ってことなのかな。さあフーリガン、しかし圧倒的投げの方がやらしいフーリガン。さあ光った、削り殺し、割れる前に殺していく。当たっている、タッキャミ勝利で。カーシムさんいますよ。アヒコさんに助けを請う。ガイル使いが、ダダオフーリガン、うおっと後ろにソニックが出てる。フーリガンフーリガン全く反応できず。
おそばと知ってるぞそばと。投げる。そうラビットに。あーっとサマーが今のネタ的なやつですね。中返しダブルサマーで削れなくて。うわっと空対空。開幕ソニックはダメみたいだ。さあ足をキャノンで刈られる。しかしガード様危ない危ない。つながっていためくりが。さあキャミ勝利。クレジンさん、クレジンさんおられますか。これ一応最後のキャラということでよろしいですか。本日最後の。さあクレジンダルシム。クレジンさんもね最近相当やり込んでますからなんですけど、キャミーはね振りガンだけで殺される組み合わせですよね。安尾でもいいんです、安尾でもいいんです。あっと今バカになったぞフーリガン。これまずいぞ、これはまずい。あれフーリガンもチョップで落とせたりしますよね確か。ヨガチョップ、おっと相打ち。ヨガファイヤーをフーリガンで抜けられる。いや死んだ、つながっている、めくりがつながっていた。さあさあ失礼しました、はい、ここで一応ヌコ侍さんお願いします。どちらか、エントリーした2キャラのうちどちらかのキャラで入ってもらって、侍さんのガイル。いや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 、開幕ソニックはダメだっていうね立証できましたね。開幕ソニックダメです。さあ飛びはキャノンで落としていく。乗ってめくりガード、投げ、安全重ね的な、投げる、これは来るぞ、来たー来たフーリガン。どう、あ、俺か、さあ、川島です、こんばんは。さあ、山本さんが出番なんで、さあ、ハックンが、5勝したのかな、あ、6勝する。さあ、山本さんがチュンリーですね。さあ、山本チュンリー対ハックキャミ。さあ、フーリガン決まってめくりが見えない。さあ、垂直コパンだったのかな。さあ、チュンリーならいけるはず。投げて、さあ投げて、死なない、投げて、さあ山本クソムーブでハッキャミを殺す。さああの妖装客でしたっけ、あれでめくりって、めくってスカッシュで投げ、強いですねあれね。さあ気候拳、思い出したように気候拳、気候拳。さあちょっと赤いぞ、めくりは見えない。さあ大きい攻めはここか、ここ足からスパイダーガードして何もない。は
ライパンから投げたのはチュンリー。さあ分かんないぞまだ。さあ戦列があるんでキャミは警戒。さあスパイラだろう、ここは思い切って。さあ開幕スパイラだろう、まあ、さあめくりは失敗したが、前ジャンプ中継で落として、さあダメージを奪っているのは山本チュンリー。大パン、あこれはまだ、あっフーリガンをスピバで逃げる。さあ投げたのはキャミ、さあ待って、あここは削り削り食らったのかな最後な。なるほど。さあ戦列を放して山本さんが締めた。さあハクキャミは6勝で終了。さあ自分のカワシムザンゴ、はい、そうですね、3勝かな3位は。さあ3人3キロ決定して、3位決定戦がセロテープさんとヒロポンさんらしいです。これどうなるんですか最後。あいやだからあのあれをクライマックスで完結して、その時にアドバンテージがつきます。ほう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 、まずじゃんけんでいいんじゃないですか。さあじゃあヒロポンさんとセロテープさん、さあ今じゃんけんして、さあ一先で、さあキャラクターはどうなるんでしたっけこれ。ああそうか、じゃあセロさんはザンギで、ヒロポンさんはバイソンかな、あ、ベガ、ごめんなさい、ヒロポンベガ対、さあセロテープザンギ、さあ3位決定戦。さあベガザンギは、ベガがかなり難しいですが、さあどうなるか。さあピオ、お、いいぞ今の。さあ大幅リードヒロポンベガ。あここはこっからちょっと遠いかな、ゲージが溜まってるのか、あるのか。ありますね。なるほど。飛んでくる。一回なら逃げれる。いいぞ。おーっそ、危ない危ない。危ない。いやー、最高。危ない。危ない、今。ヒロコさん、苦笑い。ちょっとお互い冷静になれなかったですね、今ね。開幕ダブラリー。飛んでいた。この場合はやばい。もう一回くらい。一回。さあ、離れた。これは遠いかな。あー、逃げた。さあ前ジャンプ、おぉ暗い投げ、クレバーな選択ですね。さあ取り返したセロテープザンギ、開幕ダブラリー、今回は食らわず。さあ弱サイコいいですね。さあ垂直台形、おうまい。おっとスライディング、コバーに台足合わせていった。めくり気味にいって、おっ、何も出さない、ひどい、ノーダメージでしたね。最後にダブラリ合わせていくスタイル、きた、きたぞこれ。ここは投げ受け身がない、ダブルに勝負。あびっくり、あ当たってる、なんか。さあヒロポンさん勝利、あ勝利。ちょっと一旦ここで3位が決まったから、さあ3位と2位が、戦って、さあ勝った方が決勝に進みます。ハクフェイロンス1先 ?3 先 ?3 先これ3先かな。さあ、準決勝ですね。はい、
さあハクハク君のキャミーとハクキャミーと、はい、さあベガキャミーはロポンベガ、まあちょっとベガだと思いますが、フーリガン返す術がちょっと難しいですよね。まあ難しいですが、さあ弾のないキャミーに対しては立ち回りが結構ベガ有利にいけるんではないかと。危ない削って、あっダブルに出ない、お釣りがなかった。さあちょっとミスしてしまいましたね。さあめくりガードして投げたらベガ、ここ昇竜さあガードしている。さあここ前打ち、あー、いらない、投げるキャノンが出ている。キャミーがもううかつに行動するとね、ダブルに刺さるんでね。そうですね。あとあのフーリガンもね投げる。さあ1試合目ハッキャミー、まあ、ワンチャン前ジャンプ中盤とかで拾われてめくりで死ぬとかあるんで、まあ、フーリガンもリスクあるっちゃあるんですね、ベガに対しては。そうですね、3発入っちゃいますからね、場合によっては。でもフーリガン空中でも投げれますよね、確か。まあでもかなり早めにこう投げのタイミング入力してないと。ああ、なるほど、前ジャンプ中間拾えないんで。さあ前落ち、カニでいく、カニキャノン引っかかっちゃうんじゃないかな。まあ、ただキャノン分破してくれるんだったらそこにお釣りがね、ベガ。なるほどなるほど、出さなければいいだけですよね。おー昇竜、あっと食らっている。さあナイトメアを読んでバックジャンプしたのにグラッとしましたね。2回転目ですね。さあめくり、さあこれピヨッタ、さあさあワンチャンデコロス来た、ベガ10割だ。さあ2試合目はヒロポンベガ。さあ1-1、ベガもヒロポンさんベガもうまいっすね、やっぱね。コンボをねできるときはちゃんと入れるんですけど、うん、まあどうでしょう、コンボの精度というと、ま、そうですね、そうですね、ちょっと足んないかなって感じですかね。本当一発で殺すようなコンボ精度がないと。さあキャノンが遅れて出したサイコが立てる。さあまとわりつかなければベガがかなり有利に立ち回れるはず。さあ高いが、さあダブルに、さあホーバーガードさしてな、あげ、あここはちょっともったいない、あっとナイトメア、トメアを入れている。投げいったんすかね今ね、ハッキャミーは。これは美味しい。さあ投げる、しゃがみ大パンがなんか使ってましたね。そうっすね、当たんないっすね。さあフリガン、バルログのあの近距離の爪みたいな爪みたいな感じですあの距離でガードもさせれないんだみたいな、そんな感じでしたね。よっぽど上にあるんすね攻撃判定が。めくりはガード、まあ、ほぼ手なんでしょうけど。さあベガもうっかりしてられないぞこれ。ベガ側はなんとかゲージを貯めて緊急避難に備えたい。さあ最後もう一回行くか、行かなかった。キャノンが当たって表投げる、うーん3試合目はハッキャミ。さあ今のはハッキュンがやりに行った感じでしたけど、まあ、タイミングずらした投げでね最後決まりましたね。さあどうだ、さあハッキャミがリーチ4試合目、はい、ダブルにガードして、さあ昇竜で返して投げ受け身がある。これですね、お釣り、お釣りが入ってる。さあスパイラーラーもお釣りがある、お釣りがある。そっか、これは厳しいっすね。ここはうまい、フーリガン中、オーラパンチが出ていた。そうですね、あんだけ投げに来られてたんでね、暴れちゃいますよね。暴れちゃいますね、あれね。さあ、ここ半角になって、さあ、投げれない。さあ、ここは昇竜で返して、よく見ている。さあ、フーリガンが当たらずに、おっと、おっと、キャノン投げる、キャノン。さあどうする、ナイトメアをサポってバックに、あーっと届かなかった。
ハッキャミ勝利というわけで、ハックフェイロンが消えるんですよね。あれハッキャミとカワシムザンギ、三先カワシム三先ですが、カワシムさんがアドバンテージで一本取っている感じ。ワンピー側がカワシムザンギ。さあリベンジあるのか、リベンジ。しかしアドバンテージがついているので厳しいんじゃないか。さあダヤシ、スパイラルをガード。おっと上も見ている。キャノンが出まくり。さあ走っていった、スピンドライブも読んでいた。おっと安全重ね、キャノンスパイク。安易にスクリューにはいかないですね。おっとフーリガン来た。うわ前歩き投げ、そうっすね、全く見えないですね今のね。これキャミーの技全てが長いですよね、ザンギーには。中足と強パンだけで死ねる感じですよね。さあキャノン、フライキャノン。さあ振りがまだあるぞ、しかし光っている。さあ先制したのはハッキャミ、これでアドバンテージがゼロになった。お互い1-1。さあ走っていく、今の着地ガードに走るのはすごい。あーっとフーリガン見えてても全く何もできない時がある。スパイラルアロー。さあキャミーが全く、あザンギが全く動けない、キャミーだけが浮いてる。おっ走っていったが逆にフーリガン、そしてなんとかスクリューが入った。危ない今のダヤシ。さあ上から、あーっとスパイラルアロ削っていく。2本目もハッキャミ。さあこのままストレートなるか。さあカワシムザンギが考えている、どうできるかこの組み合わせ。中足を使っているぞ、ナイスミドルといったところだが、おっスピンナックルに膝が出た。止まったから結果オーライ、ローキック。もう飛ばない。
飛ばないと飛ばないと地上でめった打ちされる気がするが、さあスパイラルも届かない、ガードゴムも釣りがない、ベガとは大違いだ。とりあえずダブラリで回ってみたが、何かいいアドバイスないですかね、セロテプさん。飛べ飛べ飛んじゃまずい、どっちなんだどっちなんだ、飛んでも飛ばなくてもまずいぞ。あ、いいとこ行った。しかしピヨッタ安尾ではない。さあかわしむザンギ勝利で最終試合になるのかな、これでお互い 2-2。 さあ本日の決勝最終試合となりそうです。あ、ドローがあるのか、4試合ドローって可能性がありますね、よく考えたら。さあうわ高め当て、これはどうする。さあおっと走った、お釣りがあった。さあゼロドットか、ダイエットスクリュー、先にリーチをかけたのはカーシムザンギ。しかしその差は1、わずか1ラウンド、取り返せなくもない。さあ上から、あっと今惜しいところだったか。さあキャノンスパイク、さあ1ラウンド取り取り返す、最終ラウンド。レンキャンで飛んでいるようだが、だいたいキャノンで落とされている。黒パワー飛んじゃダメな気がするぞ。おっと吸った、弱足大足きっちり2ヒット。さあ勝者は川島さんぎ、ギリギリでした、おめでとうございます。だいぶアドバンテージあってよかった感じですね、おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。いやー危なかったですね。いやキャミー戦ね、本当に難しいっすね。ザンギガはアドバンテージなかったら死んでましたね、下手したら。死んでましたね、もう。いやマジね、飛べないんですよね、ほとんどね。飛ぶとまあ簡単なやつだとなんかしゃがみ大パンとかでも帰るし、遠い前だったらなんか立ち中キックとかでも帰るし、なんでもいいですよねキャミーね、飛んでたら。そうですね、今日立ち強パンチしゃがみ中キックだけでもどうにもできなくされちゃいますからね。でも地上戦でどっかで大足を当てて置き攻めのタックに持っていける瞬間を作らないと、ザンギが多分勝ちのパターンとかないと思うんですよね。多分全部にキャノンスパイク仕込まれてましたよね。そうなんですよね、大体出してましたよね。触りに行く雷系を読まれてフーリガンとかされちゃったらそれはもうしょうがないんで。そうなんですよね、フーリガン受け身取れないですからね。そうなんですね、フーリガンね反応できてもダブラリーの精度によってね、ダブラリーちゃんと出そうと思うとちょっと遅れちゃったりすると、はいはい、フーリガン投げられちゃうし、まあそもそもダブラリー出してもフーリガンが確定する場合があるんで。なるほど、あの弱フーリガンでしたっけ、あれはなんかダブラリーだと無理なんですよ、返せないですね。そうなんですね、ダブラリーの手の上から来るんで。なるほど、ああ頭の方から投げられるってことか。そうなんです、ね、なるほど、ダブラリーじゃなくて移動が高くてってことです、ね、そうなんです、5パーンとかで返さなきゃいけないんですね多分。さあ
今日はさすがにね、今日は勝ちましたが、さすがにね、やられると思ってました。あー危ないと、確かに格はあった。いやー、よかったです。そんな中、まあ、最後ね、小足台足ね、当たってくれたからよかったけど、あれガードされたらもうこれはなかったですね。あー、なるほど。安全傘でね、ガードされてたら終わってました。もうないですね。いや、次はね、たくさん頑張ってもらって、そうですね、なんかあれですね、リベンジされちゃうんじゃないかなと。苦手意識みたいなのを持たないようにしていただきたいですけど、まあ、キャミー有利なことは間違いないんで、まあ、何が良くなかったのかというのはちょっと一言ではね、言えないですけど、そうですね、まあ、読み合いが一瞬勝ち合ったところが何個かあったぐらいで、いろいろありました。立ち回りはまあほぼほぼ正解だと思うんで。いやいや、ハクさん勝っててもね、おかしくない流れではありましたね。これね、勝利何回食らったって。そうですね、そうですね。いや、途中でこれ飛ぶべきじゃないなって思ったんですけどね。そうだったらね、地上だけで言ってもね、残機は本当にもう なんかダメージ源がほとんどなくて、はいはいはい、でも中足ピッピッて刺されて、そうですね、難しいですね、残機が。お疲れ様でした。はい、すいません、また残機でしたけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかありましたっけ、告知。ありますよ、ありますよ、小物道ありますよ、小物道。デレロー流と宮健、あれ土曜日でしたっけ、日曜日でしたっけ。日曜日ですね、多分12月1日の日曜日かな。 V3 の後だった気がします。あれ、明日第5週の土曜日なんで、特に何もイベントがないところに、川村さんの新宿カーニバル対戦会ありますみたいな感じですね。はい。で、翌日曜日がもう12月です。なんともう今年も2019年も12月になってしまいました。大丈夫ですか、大丈夫ですか。ガイル使いの方とリュウ使いの方、大丈夫ですか。今あの話ですよね。はいはい、そうです。今大会には出てなかったんですけど、遅れてやってきた金子さんが、武勇伝を。武勇伝をね。はい。武勇伝、武勇伝。武勇伝、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 伝。何の話ですか。はい。まあまあ、そんな感じで。そうですね。はい。いやー、明日あれですよ、新宿カーニバル。あ、対戦がありますね。はい、はい。川村さん主催のやつですね。はいはいはい。で、あさって、もう2019年も12月1日になってしまいます。お、小物道ですね。はい。そうですね。いやいや、その前に V3 ありますから。小物道1日ありますよ。いやいや、V3 の後ですよ。V3 を待ってるの。V3 やって、V3 後に小物道。V3 後に小物道。だと思ってましたけど。ちゃんとね、V3 も宣伝してもらえたね。そうですよね。はい、3オンのね。で、年末に、XXX なんとか。FOX。フォックス、X フォックス、違う違う、フォックス。フォックス、はい。フォックス、4オンですね。ね。で、多分、おそらく年越しまた、年またぎで、年越し。お誕生日おめでとう的な何かがある、ある気がしますね。人もいるかもしれませんね。はい。はい。そんな感じです。そんな感じで。あと、なんかあります、はい、特にないんじゃないでしょうか。はい。ないですか、特にないんじゃないですか。告知すること、謝罪すること。ない。特にない。あ、で、すいません。冒頭にも言ったんですけど、スタンプカード深谷と四季の去年コラボしたスタンプカードをお持ちの方、はい、残念ながら今日で最後です。そうですね、デートナー式四季の細道のね、参加費無料が、参加費無料が今日で最後になりますので、はい、あ、それからスタンプカード1個でも押してもらった人は、はい、なんか志野さんから、志野本田さんから、はい、なんかスペシャル DVD がもらえるという特典があったはずなんですが、はいはいはい、あれどうなんですか。あれ、僕も持ってますよ。鋭意制作中のはずなんで。あ、そういうことでね。はい。まだ編集に、そうですね、時間をかけているということで。はい、ああ、よくあることですね。はい。秘蔵映像などが入ってる感じありますよね。はい。下手したら。なるほど。いつかそのうち、皆さんのお手元にも渡る日が来ると思います。と、いいですよね。はい。はい。こんな感じかな。そういう感じですかね。はい。じゃあ、どうも、本日は山本でした。ロテープでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。
Yeah!